肌荒れを改善する方法。精神科医カバ沢潮のカバチャンネル、今日は伊豆の城ヶ崎海岸よりお届けしています。今日は質問いただきました。ウォーターホワイトさん、21歳男性。最近就職活動のストレスで肌が荒れています。肌が荒れたことによりさらにストレスを感じてしまいます。この悪循環を止める方法はありませんか？あります。それは運動です。また運動かよと思ったかもしれませんけども、運動っていうのはやっぱり非常にいろんな効果があるわけですね。肌に対するものすごくいい効果があります。美肌効果っていうのかな。その理由は成長ホルモンが分泌されるからです。成長ホルモンが分泌されると肌のターンオーバーっていって入れ替わりですね、これを促進して非常に肌ツヤも良くする、新陳代謝の更新しますので、成長ホルモンっていうのは。ですから肌ツヤが非常に良くなると、美肌効果があるということが言えます。私なんかもよく肌が綺麗ですねって言われますけど、これは成長ホルモン結構出しまくりながら定期的にきっちり運動してるから、そういう効果が出てるんだと思うんですね。じゃあ成長ホルモンを分泌させるためにはどういう運動をすればいいのかっていうと、有酸素運動、あと筋トレでも成長ホルモンが分泌されます。有酸素運動でやる場合は30分以上、できれば45分とか60分とか、結構長めの中強度以上、かなり汗が流れるような、ハハいうようなちょっと重めの運動をしっかりやることでたっぷりと成長ホルモンが出ます。筋トレでもですね、10分ぐらいのしっかりとした筋トレを行っても成長ホルモン分泌されますので、男性の場合筋トレをしっかりやるっていうのも非常にいいことだし、筋トレした後に有酸素運動をすることでよりですね、さらに成長ホルモンがより出やすくなるということで、いいことづくめなので、筋トレと有酸素を組み合わせた運動をしていくという、これも運動の基本中の基本ではありますけども、そういったものが肌の効果にもものすごくいい効果が得られますよと。あとストレス発散効果というのもやりますね。ストレスホルモンを下げます、運動することによって。ですからストレスが溜まってるなと思った人にもおすすめの方法は運動です。ということで、この方はストレスによって肌荒れも来てるよっていうことなんで、運動することによってストレス解消もできるし、お肌も整えることができるという、成長ホルモンの一石二鳥の効果が得られるということなのでね、だいたい運動の回数としては週 2,3 回ぐらいですね、先ほどの比較的ハードな運動を週 2,3 回ぐらいやるとですね、あと肌による効果ってもうすぐ現れますね。運動終わった直後から肌ツヤがいいですもん、どう見てもツヤツヤしてますもん。だからしっかりと運動すれば、たった1回、たった1日でもね、肌ツヤを良くする効果っていうのは現れます。逆に現れてないとしたら、運動強度が少し低い可能性がありますので、もっとハードに運動すべきなのかもしれません。ということで、成長ホルモンの効果っていうのはものすごく早く出ますので、本当に1回とか、あるいは数回とか、1週間もやればですね、結構な効果っていうのが出ますので、ぜひお肌をツヤツヤにしたい、美肌になりたいって方は運動をしっかりやっていただきたいと思います。精神科医が教えるストレスフリー腸大全、ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください。全国の書店で絶賛発売中。